じゃ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 ーん。私のバッグにはホリエモンがいるのよということで、強気でいこうと思います。というのはまあ冗談なんですけれども。Hey guys, I'm Arisa Nanase. Thank you for watching my videos. どうも、ナナサ・アリサです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。まあ、ホリエさんね、すごいね、なんか突拍子もないこと言ったり、考え方に私すっごく共感してるんですよ。素晴らしいなっていう風に思う方の一人で、サムネのねサインはこれ昔2013年に偶然お会いしてですね、サインをいただけて写真まで撮れたっていう過去があるんで、まあ、いつかまたねマンツーでお会いできればなと夢見ているんですけれども、今回はですねそのお話ではなくてこちらです。助けてホリエモンということで、好きなことだけで生きていくの本を買ったんですけど、結論から言いますと非常に良かったです。もうねこんなに追いました。一回ね熟読しちゃった。もう2時間ぶっ続けてブワーって読んじゃったっていうぐらいね面白かった。で確かに初めの方は堀江さんが最近やってるなんか堀江さんのそのグループのなんか大学月1万円払う大学の話とかで、まあ、それの宣伝なんじゃないかなっていうふうにちょっと初め思っちゃってたんですけど、まあ、それもあるかもしれないんだけど、それ以外のところでもすごくいいことを言ってて、好きなことだけで生きていけるんですよっていうことですね。でもねこれを言うと、でもそれは堀江さんだからとか、でもそれはあなただからとかっていうふうに言ってくる人は必ずいます。いますけど、そういう人こそ成功してないんですよね。だからねそんなの無視無視っていうことですね。まあそういうふうにね堀江さんは実際に言ってて、確かに堀江もんだからできるんだよっていう言葉も何度も言われてたらしいんですけど、そうじゃなくて、いやこの人の考え方がすごいんですよ。でもじゃあこの人の考え方を理解して、そういうふうに考えれるように持っていける人がもしいたのであれば、私本当にそういう人たちって成功すると思いますっていうぐらいね説得力がある内容だったんですよ。だからそういう人にはまずね読んでほしい、これを。それからね実践してみて、その上でね言うんだったら分かります。じゃあどんなことが書いてあったのか、まあ、またねちょっとねこれもう一つ一つが動画のネタになるぐらい、動画100個ぐらいできるぐらい良かったんですけど、まあ、ちょっと簡単にねこの好きなことだけで生きていくよね、私のお気に入り部分を紹介していこうと思います。まずですねよく聞くのが、まあ、私の周りとかでもちっちゃい頃とかからもずっと聞いてきたんですけど、天職って何っていうところ。天職みんなわかんないじゃん。自分の何のために生まれてきたんだろうとか、自分に合う仕事とか将来の夢とかね書いた時もあったと思うんですけど、天職って一体何なんだろう、自分は今これをやるために生まれてきたんだろうかって思うこと何度もあると思います。でまず天職って何っていう前に、何を自分がやりたいのか、何が自分が好きなのかをそもそも分かってるっていう質問に対して皆さん答えれますか？結構こういう自分のやりたいこととかを聞くと抽象的な答えをする人が多いんですよ。まあ、人の役に立ちたいとか、社会に出て貢献したいとか、もう人々を幸せにしたいとか、そういう抽象的すぎる答えじゃなくって、もっと具体的な答えで、それがない人っていうのは全然いいんですよ。なくても転職とか将来の夢とかそういうのはなくてもよくて、ただ今までに、じゃあ私も21年間生きてきて、自分のこう好きなこととか熱中したことって何回もあったわけ、何個もね。皆さんもきっとあると思います。まあ学校でこういうことをしててハマっちゃったとか、バイトでこれをやってたらすごい面白くていつの間にかハマってたっていう経験ありませんか？そういうところでいいんですよ。だからそういうふうに何か熱中するところから、そこからこう芽が出てくることが多いので、だからもうこれはある意味下手な鉄砲ね数打ち当たるじゃないんですけど、とにかく早い段階でいろんなことを経験するのが大事ということで、まあ、わりかしこう、まあ、一人で海外行ったりとか、まあね、いろんな仕事の経験もしたし、まあ、自分的にはその時できるマックスの動きはしてきたかなっていうふうに思うんですね。だから今こういう英語とか営業力とか、まあ、勉強の仕方とか、あと YouTube とか、もう本当に何だろう、こう自分が何が好きなのかは把握してます。そういうことがねちょっと書いてあったのが面白いなと思いました。あとプラス結構その今の堀江さんにとって何が幸せですかとか、やりたいことは何ですかとか、私も結構よく聞かれるんですよ。でもただ単純にね、何がやりたいのって言われたら、別に今やりたいことをやってるだけっていうふうに答えます。でまさにね堀江さんが同じように返しててね、もうね、うん、わかるってすごくなりました。もうなんかね、後ろに堀江さんがついてるっていうふうにねなりました。勇気づけられたっていう感じです。
だから、結構ある人たちからするともちろんこれは反感を買う考え方だと思いますし、まあ賛否両論あると思うんですけれども、まあ、基本的に過去のこととか未来のことで人間は心配しがちなんですよ。不安になりがちなんですよ。それは別のところでもこの本のところで書いてあったんですけれども、もう本当に鬱になってる人とかちょっと悩み事があって不安に取られてる人っていうのは過去のことを考えてたり、まあ、将来の不安とかを考える人が多いんですけど、まあ、結局今っていうのに集中してたらそんな不安を感じてる暇はないんですよ。だから大事なのは今を生きるってことですね。だから私もね、基本的に別になんだろうな、ハリウッドでも女優は一応ちょっとやったから、今何がやりたいんだろうって言ったら、やっぱりこう YouTube を今はやりたいなと思ってて、 YouTube とか、まあ、ドキドキライブとかもすごい楽しいので、まあ、やりたいことをやってちょっとでもこういろんな人とこう一緒にモチベーション上がったよっていう声を聞くのがすごい嬉しいし、自分がこう得た知識をみんなにシェアして、それで皆さんがこんな風に変わったっていう風に言われるのが嬉しいので、まあ、それでいいんじゃないかなと思います。はい、であとそうなんですよ、結構仕事イコール我慢とかね、もうお金稼ぐまでも現実厳しいよっていう人が多いのも十分わかってるんですけど、でも堀江さんが言ってるのはこの本で、やっぱり昔と今はもうだいぶ世界が変わってきてます。10年前とかスマホこんなになかったじゃんっていうことですよね。で今の時代はもう全然その仕事お金稼ぐことイコール我慢じゃないんですよ。何かというとお金稼ぐことイコールここの頭の使い方なんですよ。だから皆さん賢い人はどんどん稼いでいけると思いますし、ただただこう我慢して大きい会社とかに入って誰かの言いなりで一生生きていけないといけない時代はもう今は違いますからね。はい、それはもう堀江さんも言ってるし私もそう思います。だからもう本当に全部に共感できたというかね、言葉にしてくれてすごい面白かった。ただ一個私ができてないのは、まあ、電話に電話って言ってるんですけど、まあ、時間のレイプとかって言ってますけど、まあ、確かにこれ、まあ、私もねすごく思うの、なんか自分の時間をすごく貴重に思ってて、相手の時間もそれぐらい大事に思ってる。だから皆さんにこの YouTube の動画を見てもらってる時間、生放送を見てもらってる時間っていうのはみんなの時間を私は取ってるわけですよ。だからその分みんなにためになるようなものを発信したいっていう気持ちでこれも何でもやってるんですけれども、だからね堀江さんもねすごく自分の時間を取られるのを嫌う人で、 LINE の返事とかは本当に OK とかそうだねとかもうそういう2行とからしいですよ。だから Twitter とかも本当に塩対応だし、だ私コメント結構ね長々とこう返しちゃうタイプなんですけど、まあ今後もさっぱりいこうかなというふうに思います。ただみんなのコメントちゃんとね読んでるし、動画にこうして返してたりとかもするんですけれど もうとにかくみんなも時間のすごい大切さに気づいてほしいなというふうに思います。まあ、確かにコメントに長々こう返信するよりかは1本でも多く動画を作ったりとか、逆にそれについて自分で勉強してみんなにシェアする時間に費やした方が、まあ、より効率化を図って私にとってもプラス、みんなにとってもプラスになるように私もできればなっていうふうに思います。もう一つ本当面白いなと思ったのが、今の時代結構オンラインで、会議とかもできちゃう時代じゃん。だけどそれをこう対人関係で会わなきゃダメだよとかさ、人とのこうやっぱオフラインのところを大事にするっていう人とかいるじゃん。そこはね古臭いよっていうのを言ってて、なんかねスカッとしました。私もまあ多分こうドキドキとか生放送もさこれでできちゃうし、 YouTube もねスマホでできちゃうし、今の時代本当に家にいても、まあ、他の人もそうだと思うんだけど稼げたりとか人とこう会議ができたりとか仕事ができたりする時代なので、まあ、例えば一切会ったことがなくてももうそこでクライアントになることなんてたくさんある時代なんですよ。だからでも大きい仕事だから一回これは人と人として会っとかなきゃっていうのはエモーショナル野郎だっていう風にね堀江さん言ってて、本当にそうだなと思いました。もうやっぱそういう時代についていけないといけないなっていう風に感じましたという感じで、結構な毒舌がいっぱい入ってます。ただその分なんだろう、こう背中を押された気がしますし、私はなんか今の時代っていうのをちゃんと考えて、やっぱり今に生きてる人なんだなって思いました。だから過去人はこう思うとか、未来自分こうなると嫌だからリスクを取らないとかじゃなくて、今できることを全部やっていけば結局後悔はないので、まあ、そういう生き方に私も途中で人生の途中で気づいて、そういう風に生きてきて非常に満足度が高まっているので、まあ、ぜひねこの考え方をみんなにもシェアしたいなと思って、一応簡単に
紹介させていただきました。よかったら皆さんも見てみてください。私ねもうこれタイトル見ただけで、ね、もう速攻本屋に走ったからね。多分 Amazon とかにもあると思うのでよかったら皆さん見てみてください。では See you アプリドキドキライブで生放送しています。遊びに来てね。共に頑張るチャンネル登録者のみんなはアリーザの一員です。更新情報が届くのでぜひぜひ画像をタップもしくはクリックしてチャンネル登録お願いします。 Subscribe please。 10万人達成したらオフ会をやりましょう。みんなのコメントやグッドボタンが私のモチベーションです。応援よろしくお願いします。